では次に、エクスポネンシャルジャパン代表ジョバン・レボルド氏よりシングラリティとシングラリティ大学についてお話をいただきます。準備の間に、レボルト氏の、略歴についてご説明いたします。レボルト氏はシングライティユニバーシティのグローバルソリューションプログラムに第1期生として参加いたしました。以来シングライティユニバーシティのアジアでの活動に深く関与し、日本のイノベーションコミュニティの架け橋となるべく現在活動中でございます。準備よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。東京大学で働いているジョバンと申します。よろしくお願いします。でエクスポネンシャルジャパンの斉藤さんと一緒にこの会社を作って、私の体験とか私スティグラティ大学は何ですかとちょっと教えたいと思います。今回でシングラティ大学の目的が英語で To educate, empower, and inspire leaders to apply exponential technologies to addressing humanity's grand challenges. その教育とか empowerment とか inspire そのリーダーたちがexponential技術を使ってその大きな世界のグローバル問題を戦うためにその exponential 技術を使って新しいのアボンダンスをいいインパクトを与えるように作るの目的です。でもシングラリティ大学どうやって始めたんですか。レイ・コースウェルとビル・ダイモンディス、一緒に会って、そのレイ・コースウェルもともとその本シングラリティ・スニールを書いて、で、ビル・ダイモンディスが山を行くの時のその本を読んで、あ、素晴らしいのことをこれから大学 このテーマで大学をしなきゃいけない と考えて、で2人がボストンで会って、シングラリティ大学を始めた。シングラリティ大学は どこに、ですか。NASA Ames Research Park の中にいます。 NASA の中に。でも NASA Ames どこ、NASA Ames のは本当にシリコンバリーの中、例えばパロアルト、とサンホセとかモンタンビューの隣、グーグル本当に隣です。で、ヒューレルパカとかインビリアとかいろんな会社たちが、影響があって、シングラリティ大学の、時々その CEO とか、例えばラリー・ペイジ、時々来るシングラリティ大学とか、いろんな、ベルクレーからも、スタンフォードからも先生たちが、シングラリティ大学を来て、でもやっぱり NASA の中だから素晴らしいビルがあって、例えばこれハングルワンというの場所は昔から大きい、飛行機をと入れて、で今が、Google が借りて、それこれから Google の AI とロボティクスの、研究所に なるかもしれない。で、シングラリティ大学はこのビルの前で、もちろん NASA の中にいろんな、影響があって、時々アストロナウトと会って、一緒に食事して、で、本当に素晴らしい、ことです。でもシングラリティ大学本当に何ですか。普通の大学ではない、その東大みたいな別なハーバードとか MIT、スタンフォード、本当の大学、それではありません。Not just focus on technological singularity。 そのテクノロジカルシングラリティを来ることがについてだけ話すはないです。いろんな話を、そのテーマが本当に多い。特にエクスポネンシャルテクノロジーについてたくさんテーマ、たくさん話すあります。 Not just an incubator or an accelerator。普通のインキュベーターやアクセレレーターではありません。少しあるそのシングラリティ大学の中にあるんですけど、そんなにそれだけじゃない。Google と NASA の, のものじゃない。It's not owned by Google or NASA。しかし本当に Google とすごくいい関係があって、もちろん NASA ととてもいい関係あります。
一般的にそのシングラリティ大学 の, あの方法がそのグローバルグランドチャレンジを 見ながら分かったらそのエクスポネンシャルテクノロジーズエクスポネンシャル技術を使ってそのグローバルグランドチャレンジを戦うために新しいソリューションをできてでその結果がすごくたくさん人にいいインパクトを与えるように なってそしてアボンダンスになる。それが一般的なシングラリティ大学の方法で、シングラリティ大学NASA の中にあるんですけどそのいろんなビルがあってで、例えばこれ、右の方は、クラスルームというその毎日を授業があって、その隣もラボがあってでヘッドクワーターもあってこの大きな写真が、最後の卒業日その時は私もそこにいるんですけどでその結果が私本当にラッキーでいろんな面白い人と出会って例えばウィンサーフはインターネットの TCPIP のプロトコルを作ったインターネットを作った人とクレイグ・ファンターン彼が最初の遺伝子を読んだ全部 のジノムでもちろんレイ・カウスブルと、すごい素晴らしいの AI の研究者Google の、ピーター・ノルビンそれはその人と話していろんな情報をもらってそのすごい大きな、問題を考えながらその新しいソリューション新しい技術を作ろうでエクスポネンシャルが多分後で斉藤さんもっと詳しく説明するんですけどでもエクスポネンシャルティンキングがすごく一番スキルがになるでエクスポネンシャル的に全部 の正解を見えるそのプログラムを参加すると後でエクスポネンシャルティンキングの新しいスキルをになるみんなの参加者例えばエクスポネンシャル技術は例えばこのインテグレーティングシルクエッツが100ビリオンフォールインプルーフメント40年間で、100ビリオンフォールインプルーフメントその昔から12年の NVIDIA GPU と比べたらすごく変化が多いでメモリも、IBM とか昔のメモリと14年の、メモリがすごく、30ミリオン、times improvement そうシングラリティ大学は4つ部分があってAI とロボティクスのバイオテックとナノテックと、ネットワークコミュニケーションシステムで、その全部 の技術はエクスポネンシャル的な18ヶ月ぐらいに早くもっと早くなってで、誰か参加するか2つの方法があって一つのは国々から、グローバルインパクトチャレンジがあって例えば下村さん前言ったんですけどジャパン最初のジャパンシングラリティジャパングローバル、インパクトチャレンジがあって去年今年もあるんですけどその時1人か2人が選んでシングラリティ大学に参加するけどもう一つの方法は直接、世界から直接でも それは本当にとても難しいハーバードとに入るのはより難しいと言われるで、一番大事なプログラムが GSP という GSP グローバルソリューションズプログラムというのは半分のは最初の半分はすごくいろんな情報をもらってで次の、部分が新しい会社を作る新しい技術を作ると、新しいプロジェクトと会社を作るで世界ヒントから聞いてとっても素晴らしいこの近くレイコーズと話すは本当に珍しいですでとてもビル・ダイモンディスと話す本当にそのチャンスがあまりないけど国連大学の、国連との人と一緒にいろんなプロジェクトがあってワークショップも例えばクリスパル・カス9今のすごく素晴らしいの技術バイオテクノロジー技術をそのワークショップもあってでその性格は NASA の性格はそのシングラリティ大学の中にラボがあって何でも AR、VR、
何でもできる、できると、その毎日あのみんなと話して、素晴らしい人と 毎夜聞いて、あのそれもあの彼らからすごく素晴らしい情報をもらって、で、以上ですけど、2つ あのメッセージがあります。あのシングラティ・ユー・ジャパン GIC2018 もあの行う。今月で毎月じゃないけどで、あの毎月ぐらい東京シングラティ東京チャプター、のイベントがある。ぜひあの、参加してください。どうもありがとうございました。